2021年の心電図検定1級で指定された問題毎日1問。心電所見で正しいのはどれか複数回答あります。1番、浸水貧乏。2番、ボイスブロック。3番、ボイス帰り。4番、雑音。5、浸水再度さあ、どれでしょう複数回答ありますので、よろしくお願いします。 では実際に問題解いていきます。大体の RR 感覚、まあ、ここを QRS と考えて、まあ、大体3マスちょいぐらいなんで、まあ、80か90ぐらいかなと考えます。ハートレートは。で、ここに P 波があるんですよね。ここに P 波があって。で、QRS もえっとちょっと伸びてるんですよね。 PQ 感覚もまあバラバラなんですねここのバラバラなんですでここからは気線を揺れながら QRS が続いていますなので気線が揺れているところがポイントです なんで答えは、防湿ブロック。寝室サイド。で、最後の防湿帰りです。ここにですね、P 波があるんですよね、ここに。このタイミングであるんですよ。ここにもあって、こう防こ,こにもあるんですよね。ちょっと見にくいですが、ここに P 波が見られてます。なので、防湿帰りもあると考え、答えは3つですね。 進出室、えーえー、防止ブロック、防止帰り、進出サイドです。で、明らかな QRSA を認めず、波打つ波形を停止すると。そういうのが、えー、進出サイドと言います、まあ。こっちのがちょっと分かりやすいですけどね。こうやって波を打っているのがポイントなんですよね。進出サイドというのはで。進出に有効な興奮を収縮を認めず、q r s は小さくなる。で、えー、接続時間が長いほど、箱、えー、が小さくなりますね。心房サイドと一緒です。えー、サイドなんで。 ずっと続いたら、どんどん小さくなって心停止を起こします。起点同様のような短い RR 間隔です。ここがポイントなんですよね。ここがで。このようにいろんなところで電気がバラバラバラーとなってますから、このような波形になります。心房細胞のこっち版と思っていただいた、心室版と思っていただいたらいいと思います。で、心水品薬ですね。まあよくちょっと… ま間違いやすいのはよく分かりますが、えー、浸水サイドっていうのはこうやってバラバラになってるんですよね。気線が。ここがポイントなんです。あと、波形がもう全然違います。まだこれはちょっとまあ元気な方ですが、まあ、こっちの方がすごくまだ元気ですが、えー、このように気線が一緒になるんですよね。浸水貧一つの方向、うん、一つのところからの、えー、浸水貧薬だったらこのようになります。多形性だったらちょっと変わりますが、箱がですね、こう、ぶれないです。 ここがポイントですね。で、雑音とはやっぱ違います。なんでかというと、雑音っていうのは QRS があるんですよね。寝水品吐く、寝、え、室、ー、あ、寝、まあ、水品開けたらまあ可能性はありますが、フュージョンとかですね。えー、基本ですね、新サイ動とかあるわけがないんですよね。イ、えー、動なんで、心房細動のイ動と同じで、えー、QRS が認めないんです。そこがポイントなんですね。 はい、本日は以上です。神殿図検定で出題された問題の解説を毎日1問配信していきます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。